私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。元旦那と別れて今は婚約者の男性と一緒に暮らしてるんだけど、久しぶりにこの町に帰ってきたママさんから LINE が来たの。その人は旦那さんの出張で引っ越していったんだけど、またこの町に帰ってきたみたい。なるみさん久しぶり。バツイチ生活楽しんでる？バツイチ生活楽しむって何？そのままの意味だけど。生活は普通に楽しんでるけど。だって私は旦那と離婚してないからバツイチ生活じゃないもん。ん？なるみさん大変そうだったよね。旦那さんの不倫が原因で離婚してさ、なるみさん見てたら私絶対に離婚したくないなって思ったもん。ありがとう。よくわかんないけどディスってる？そんなんじゃないよ。ただ大変だったよねって話。なるみさんって見た目も綺麗で仕事もできるのに男運がないんだね。今も一人ぼっちで子供と過ごしてるんだよね。かわいそう。子供と暮らすことの何がかわいそうなのか私にはわからないけど。だって私旦那がいる生活しか知らないんだもん。子供と二人っきりなんて寂しくない？私だったら旦那さんと三人で美味しい食卓を囲みたい。イメージ的に旦那さんがいない食卓ってめちゃくちゃ寂しいイメージだわ。別にそんなことないよ。愛犬もいるしすごく楽しい。ああ、犬飼ったら最後だね。なんで？動物飼うと婚期が遅れるってよく言うじゃん。なるみさんもう結婚諦めた感じなんだ。かわいそう。前は仕事できるキャラで言ってたからちょっとムカついたけど、なんか今は同情しちゃう。勝手に同情しないで。優しくしてあげたいなと思ってるんだよ。私今婚約者の男性と同棲中だから。は？今年中に籍も入れるつもりだから心配しないで。マジで言ってんの？そうだけど。元旦那に不倫されたくせにまだ結婚しようとか考えてるんだ。ウケる。人間諦めも肝心だよ。さっきは旦那さんがいないといろいろ大変とか言ってたくせに、私が再婚するとそれはそれでけなすんだね。つまりあなたは私が何をしてもバカにしたいってことで合ってる？そうじゃないよ。なるみさんを心配してるの。また変な人に騙されて不倫なんかされたら嫌でしょ？今の彼は絶対に不倫しないから。そんなの結婚するときみんな思ってることよ。不倫なんてしたら私の友達が黙ってないからね。友達？そう、多分一人は会ったことあるんじゃないかな。もう一人はギリギリ引っ越しのタイミング的に会ってないかな。誰？ゆりとひまわりだよ。ゆりさんは知ってるけどひまわりさんは知らない。そうだよね、タイミング的に会ってないもんね。まあそのうち挨拶するから分かることになるか。私その二人と仲良くて、二人は私のことを大切にしてくれてるの。だからもし私の彼氏が不倫でもしようものなら二人が黙ってないんだよ。ふーん。でもどうせ再婚相手はそこら辺のパンピーでしょ？パンピー？お金も持ってない、結婚もできない、冴えない男って方。彼は社長だよ。それに冴えないなんてこともない。社長？うん。マジで玉残し的な？まあ別に彼が社長かどうかなんて私にとっては些細なことだよ。お金じゃなくて彼とだったら幸せな家庭を築けると思ったから。うざ。どうせ金目当てのくせに。それを隠して綺麗事とかヘドが出る。まあ何と言われても構わないよ。他人の目なんて気にしない。玉残し。はい、金目当て。引っ越してきて早々元気だね。それじゃあ私忙しいから。あ、ちょっと待ちなさいよ。一週間後。荷物届いた？荷物？再婚するって聞いてお祝いの品を送りたいなと思ったの。昨日か今日昼頃に到着するはずだけど。昨日 LINE がなかったってことは今日。そんなお祝いの品なんてよかったのに。土曜日だからなるみさん今日は休みでしょ？今日は休みで家にいるけど。私のお祝いの品届いたらすぐに開けてね。反応も見たいから開封のビデオ通話とかしてもいいよ。いや、それはいいかな。早く届かないかな。ワクワク。なんであなたがワクワクしてるのよ。なるみさんがどんな反応するか、どんな風に喜んでくれるか楽しみなんだもん。そういうことね。まだ荷物届いてない？まだ来てない？まだ来てない。そっか。あ、インターホンが鳴った。荷物来たかも。マジで？届いたら開封するまで事細かに LINE 送って。お願いだから。わかったよ。受け取った？受け取ったよ。結構重いけど何これ。いいから開けてみて。ちゃんと事細かに実況しながらね。
じゃあとりあえずガムテープ開ける。いいよいいよ。じゃあオープンします。残念だったね。お祝いの品なんかじゃないよ。腐ったものを送りつけたの。ざまあ。社長と玉残し結婚なんて許さないんだから。バカ、開けてないよ。え？開けてないって言ってんの。実況しながら開けろって言ったじゃん。あんなに私のことをバカにしてたのに、お祝いの品なんて怪しすぎだもん。冗談だからちゃんと開けてよ。変なものは送ってないから。絶対変なものを送ったでしょ。送ってないってば。あれ？なんか荷物来た。旦那から私宛の荷物？もしかして結婚記念日が近いからサプライズ？もうさすが私の旦那、最高すぎ。ざまあ見ろ。ギャー！あなたが私の家に送ったものをそのまま送り返しておいたから。なんで？あなたから荷物が届いておかしいなってことで調べたの。腐った肉や腐った野菜、それに虫が湧いてるし、よくそんなものを私に送りつけようとしてくれたね。汚い、気持ち悪い。何これ、めっちゃ虫がいっぱい。いやだ、ちょっと無理。あなたが送ったものでしょ。なんで送り返すの？中身見た後にわざわざもう一回梱包したってこと？中身は確認してないよ。は？私の仲がいい情報通のママさんが中身を調べてくれた。あなたがせっせと腐らせた食材を準備していることも分かってたし、箱は開けずにそのまま送り返したってとこ。どうしてそんな意地悪するの？あなたが送った荷物を送り返しただけよ。それがなぜ意地悪になるの？あなたが私に送ったものがそもそも意地悪なものだったからそうなっただけでしょ。なんで？ひどいよ。もう許せないんだけど。社長と結婚して玉残しで私にも意地悪して。いい加減にしろよガキ。自分がやったことが返ってきただけでしょ。旦那からのサプライズだと思ったのに。あ、それからあなたが他のママさんに送りつけた私の浮気の写真も全部潰しといたから。え？私が浮気をしてるってコラ写真を作って送ったみたいだけど全部回収済み。何のこと？私知らない。あなたのパソコンの中にコラ写真を作った時の履歴も残ってるけど。まあ誰一人あなたの言うことなんて信じないけどね。なんで？あれ、旦那が帰ってきた。旦那さん今日お昼からお休みなんだってさ。ちょっと待って、やばい、この荷物。ああ、バレちゃった。違うの、これは今年引っ越してきて早々嫌がらせされてて、こんなものをなるみさんが送りつけてきたのよ。聞いて、あなた、なるみさんの家に怒鳴り込みに行きましょう。そうよ、なるみさんが全部悪いんだから。あなたが私に嫌がらせをしてきたことは旦那さんには伝えてある。え？だからその荷物のことも知ってるってわけ。ちょっと、どこ行くの？ねえ、どこ行くの？この荷物を全部片付けておけ、後で話があるって。なんで？なんで私の言うこと聞いてくれないの？日頃の行いじゃないかな。まああなたがせっせと嫌がらせの準備をしてる証拠映像とかを見せたから、それもあるかも。映像？なんでなんで、うるさいな。じゃあ当事者同士で話し合いよろしく。ゆりとひまわりとレイラのライン。お久しぶりですね、レイラさん。はじめまして、なるみさんの親友のゆりとひまわりです。なるみさんが言ってた二人か。あなたが嫌がらせをしようとしたところは全部私が映像で残しています。なんで？どうやって？簡単に説明すると、ゆりはなるみさんのことが大好きななるみさんのストーカーなんです。なるみさんに関わった人のことは24時間365日監視して、過去も調べ尽くしているすごい人なんですよ。やば。だから私のことも監視してたって話？そうです。あなたがなるみさんに危害を加えることは分かっていたので調べ尽くしました。そうです、じゃないわよ。てか危害を加えるかなんて分かんないじゃん。あなたがここに引っ越してきた時に、あなたのことは再調査しました。なるみさんに対してどんな感情を抱くかを考えることはたやすいです。何言ってんの。ゆりはあなたの小さい頃のことから調べ尽くしているので、あなたの性格ももう熟知してるんです。だからなるみさんにどんな行動をするかも把握してて。人間のできることじゃない。本当に人間なの？それは私も気になるところですね。ゆりって本当に人間なの？失礼なことを言わないでください。ちゃんと血の通った人間ですよ。ただ少し少しばかり愛情深いだけです。少しだけ？映像が残ってるってことは私のことを監視してるってことよね。家の中の映像もあるってことは監視カメラもあるってことで。それは私の企業秘密です。
それよりあなたはどうするのですか？え？何が？旦那様ですよ。旦那には怒られた。なんでそんな嫌がらせするのかって。怒鳴った後片付けしとけって言われて家出て行ったし。帰ってきたら離婚でしょうね。離婚？帰ってきたら話があるって言われてるんですよね。言われたけど離婚の話かどうかなんてわかんないじゃん。あなたの旦那様のことも調べ尽くしているので、次の行動パターンも読めています。離婚を言い渡され、親権は旦那様のもとへ。いやよ、私は離婚なんかしたくない。独り身は嫌。大丈夫ですよ。あなたは一人にはなりませんから。え？じゃあ離婚をしなくて済むってこと？離婚はすることになります。どっちなのよ？一人ぼっちだけど一人ぼっちじゃなくて、一人ぼっちじゃないけど一人ぼっち。一人ぼっちは嫌かもしれないけど、一人ぼっちの方が良かったと思うことになります。何そのよくわかんない哲学みたいな話。詩人みたいな感じで全く意味わかんないし。詩人だなんて、そんなに褒めないでくださいよ。別に褒めてないわよ。っていうかこの段ボールの中の虫どうしよう。とりあえず庭に出す。この腐った食べ物たちもすごい匂いだし。よくもなるみさんの家にそんな汚らしいものを送りつけてくれましたね。でも送り返されてきた。送り返したのもゆりの策略通りですね。またゆりさん。なるみさんの家に届く荷物は私がちゃんと検閲をして問題ないかを確認後配達させています。少しでもおかしいと思ったものは必ずなるみさんの手元には届かないようにしていますから。どんなセキュリティよ。まあ法に触れているか触れてないかで言えば触れているでしょうね。私のなるみさんへの愛情は法では止められません。やばすぎ。だいたいあの人が悪いのよ。玉残しなんてずるいことするから。玉残しの何がずるいんですか？そもそもなるみさんはお金目当てで結婚していませんし、誰と結婚するかはその人の自由です。なのにあなたは横から口を出してきてずるいずるいと子供のようにぐずる。見ててとても恥ずかしいものですよ。うるさい。絶対に許さない。あんたたち三人絶対に許さないからね。それは私のセリフです。私のなるみさんに迷惑をかけたのであなたにお仕置きをします。お仕置き？先ほど私はあなたは一人にならないと言いましたよね。言った。あなたは森の中で永遠に横たわってもらいます。はあ？森林浴的な感じ？楽しそう。知ってますか？動物や植物、そして虫、すべてのものには役割があります。ゴキブリにも？ゴキブリは生態系の中で分解者という役割を持っています。葉っぱなどを食べ分解することによって生態系を保っているんです。すごいね。森の中にずっと横になっているあなたはもちろん身動きが取れない状態です。へえ。糞尿も垂れ流し、食事も最低限しか与えません。そこにはいろんな虫や動物が寄ってきてあなたを分解しようとするでしょう。ちょっと待って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 よ。運が良ければクマとかが来て一撃であの世行きになるかもしれませんね。人思いに行った方がある意味幸せだよね。ちょっと待ってよ。なんで私がこの世から消えることが前提に。なるみさんに迷惑をかけたんですから当然です。森の一部となってきてください。心配しなくても人が絶対に入ってこない場所なので見つけられることもありません。いやよ、いや、いやよ。いやと言ったところで逃げることなんてできないんですよ。ご愁傷様でした。いやー。その後レイラさん夫婦は離婚。引っ越す前から結構ギスギスしてたみたいで夫婦関係は終わってたらしい。だからバツイチの私をバカにして優越感に浸りたかったんだろうね。それなのに社長と再婚って聞いて頭に血が昇って嫌がらせって子供だよ。結局そのせいでユリに目をつけられて今は森の一部と化したんだから。離婚した後彼女引きずられるようにしてどこかに連れて行かれた。どこの森かわかんないけど多分表世界の人が立ち入ることはできない森なんだろうね。クマやイノシシに一撃でやってもらえるならいいけど少しずつ緩やかに森の一部となり分解されていくのはさぞ苦痛だろうね。でもユリに目をつけられたからにはしょうがない。拷問して延命されるよりはマシって考えるしかないかな。運が良ければ助かるかもしれないし、そこは自分の日頃の行い次第だね。
私の名前は水木。医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋、そして保護猫カフェからやってきた猫のニャニャマルと暮らしている第二子妊娠中の平凡な兼業主婦だよ。今日は近所のお子さんが遊びに来ているんだ。というのも、この子のお母さん3ヶ月前に失踪しちゃったんだよ。それも離婚届を置いてね、探さないでくださいというメモだけが添えられていたらしいんだけど、いきなりのことだったから私たちもびっくり。とりあえずなるべくお子さんの様子を見るように気にかけていたんだけど、今日そのママさんから連絡があったんだ。ああ、もう本当に毎日暑い。そっちも暑いよね。え、あつこさん。そうだよ、みずきさん元気？いやいや、そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。旦那さん、あつこさんのこと探してるんだよ。いきなり失踪しちゃったって。あ、うん、実はそうなの。私ね、夫からひどいことされてたんだ。ん？このままじゃ生きていけない。私、自分の人生を取り戻さなきゃ、そう思ったんだ。そうなんだ。あのね、水木さんには言ってなかったんだけど、あの人は悪魔なの。毎日毎日ずっと怒られっぱなしでさ、休みの日なんか朝から晩まで怒られるんだよ。それにね、家計も管理されてて1円も使わせてもらえなくて。なんかおかしいな。それが失踪した理由ってことなの？そう、そうなの。全部あの人が悪いの。よかった、分かってもらえて。本当にひどいんだから。お小遣い3万円なんて無理に決まってるでしょ。お小遣い3万円って、それどっちの話？あつこさんのお小遣いが3万円ってこと？そんなわけないじゃないの。いくら鬼とはいえ、あの人だってさすがに7万はくれるわよ。7万？そりゃそうでしょ。私はパート主婦なんだよ。稼いだお金は全て自分の小遣いに決まってるよね。じゃあ3万円っていうのは旦那さんのお小遣いなの？そう、そうなの。小遣い3万にしてくれって言い出しておかしいでしょ。今までは1万円でよかったのにさ。今後は飲み会とかが増えてくるから、せめて3万にしてほしいって。ありえないよね。行かなきゃいいだけじゃん。しかもさ、あいつお昼ご飯は自分でお弁当作ってるんだよ。冷蔵庫の食材を勝手に使ってるくせに、さらに小遣いよこせって。そんなのおかしいでしょ。だから離婚したいの。ん？まったく、何を言ってるのか本当に意味不明だったよ。旦那さんのことを悪者にしたいみたいなんだけど、言えば言うほどボロが出るって感じなのかな。そりゃよその家計に口を出すのは良くないと思うんだけど、それでも自分の小遣いは7万円でも足りない。でも夫の小遣いが3万円なんて許せない。こんなのおかしいと思うよ。何より嘘をついてごまかそうとしているところが本当にイライラしてしまうね。ということで、なるみさん、お金貸してくれない？え、お金？いや、私月7万もお小遣いないから無理だよ。そういうことじゃなくてさ、みずきさんのところはみずきさんが家計管理してるんじゃないの？家計からとか貯金からちょっとお金出してよ。3ヶ月前に一文なしで家を飛び出して生活が苦しいの。夫に虐げられたかわいそうな私に50万貸して。いや、バレてるけど。え、バレてるって何の話？あつこさん、家出するときに引き出しからお金を持ち出したでしょ。詳しくは聞いてないけど、何かの支払いのために旦那さんが用意したお金だって言ってたよ。それは水木さん騙されてるのよ。あの人はね、そうやって人を騙す詐欺師みたいな男なの。全部カメラに映ってるけど。カメラ？そう、イライラした様子で煙吹かしたあつこさんがダイニングテーブルに蹴り入れて痛がってる姿とか、旦那さんのコレクションなのかな、フィギュアを叩いたりしてる姿。え？それと引き出しから封筒を出してお金をチェックして、そのままバッグに入れて家から出ていくところもね。で、一文なしで出て行ったんだっけ？何言ってるの？そんな嘘に騙されないで。合成だから。合成も何も見守りカメラの映像だよ。見守りカメラ？ほら、あつこさんのところも猫ちゃんがいるでしょ。でも最近体調が悪いって言ってたよね。そうなの、もうおじいちゃんだし。心配して旦那さんが見守りカメラを3台用意したんだよ。そうしたらあつこさんの悪行が全部映像に残ってたってわけ。そういえば
あんまりご飯を食べていないような感じがするからカメラでチェックするとか言ってたような。あのさ、よその家庭のことだし、厚子さんが家出した理由とかはどうでもいいんだけど、でも嘘ついてもバレるときはバレると思うよ。一文なしどころかお金持ち出して逃げてるじゃん。厚子さんのご両親もこの映像を見たらしいし。それが理由だったの？私お金がなくなっちゃって実家に連絡したんだけど、両親が全然話を聞いてくれなかったの。お前みたいな恥知らず娘じゃないとか言われて。そりゃ親御さんからしたら恥ずかしいだろうね。旦那さんを悪者に仕立て上げようとしたみたいだけど、証拠がバッチリ残っちゃってるわけだし、恥ずかしいよねこれ。いや違うの。何が違うの？だから違うんだってば。いやこれは恥ずかしいでしょう。というか厚子さん今どこにいるの？ビジネスホテルを借りてたんだけど、もうお金がないのよ。彼にも連絡が取れないし、私どうしたらいいのか。彼？まさかだけど、厚子さん不倫してたの？不倫じゃなくて運命なの。不倫じゃん。だから運命なんだってば。だって同窓会で元彼に再会したんだよ。運命じゃん。元彼さん同じクラスだったの？そうだけど。じゃあ同窓会で再会するって別に普通なことじゃないの？学生時代にクラスメートと付き合っていた人なら特別なことじゃないと思うんだけど。でもスーツが似合うイケメンになってたんだよ。だからね、私彼と再婚しようと思って。じゃあ慰謝料払って離婚するのが先なんじゃないの？その元彼さんとやらにも慰謝料払ってもらわないとね。でも私たちはまだ清い関係なの。付き合ってもないんだよ。まあ彼も私のことを好きなんだろうなっていうのはわかるけどね。だって同窓会の時じっと私のこと見つめてたし。これ勘違いでしょ。へえ、そうなんだ。じゃあこれからお付き合いするってこと？まあそういうことになるかな。でもね、男友達から連絡先を教えてもらって連絡してるのに全然返事がないの。一度は既読がついたのに、その友人も連絡をくれないし。どう考えてもブロックされてるのでは？その元彼さんのこともっと教えてよ。どんな人なの？もう水木さんってば結構知りたがりなんだね。彼はね、都内にある修羅産業ってところで働いてるみたいでね。うんうん。でも何度か行ったんだけど会えないし出してもらえないし。もしかして支社で働いているのかも。なるほどね。で今厚子さんはどのホテルにいるの？私は厚子さんからいろいろと情報を聞き出して、全て旦那さんである雄一郎さんにお話ししたよ。旦那さんはというと、なんとなくそうじゃないかと思ってたってさ。同窓会に行ってからやたらとそわそわしているし、元彼の話をするようになり明らかに怪しかったんだって。厚子さんがどのホテルに泊まっているのかも分かったし、さあ行くかというタイミングでこの元彼さんから旦那さんのところに接触があったんだ。1週間後。あなた、あのね、そろそろ許してあげてもいいの。厚子、あなたって俺のことか？あなた以外に誰がいるの？私の夫はあなただけでしょ？いや、離婚届は提出してあるけど。は？え？だって署名があったし、ちゃんと受け付けてもらえたぞ。よかったな。俺と離婚したかったんだもんな。ちょっと待って、それでいいの？何が？何がって私がいなかったら大変でしょ？だから何が？何がって生活大変でしょ？いや、いろいろな意味でめっちゃ楽になったよ。楽になった？そう、金食い虫の厚子がいなくなったおかげで金銭的にはかなり余裕が出そうだし、散らかす人間がいないから掃除も楽だし、子供だって今の生活の方がいいって言ってるよ。何それ、この裏切り者。いや、最初に俺たちを裏切ったのは厚子の方だよな。え？元彼と再婚しようとしてたんだって？相手にされてないのに。あんた、あの人と会ったの？というか向こうが俺の情報を調べて接触してくれたんだよ。厚子の気持ち悪い LINE をどうにかしてほしい。自分は結婚してるし厚子には全く興味がないってさ。この話を聞いて俺もさすがに慣れちゃったよ。てか結婚したいな。チュキチュキビーム発射しちゃうぞ。これはさすがにないだろ。あんたには関係ないでしょ。そうだね、
離婚したからもう関係ないけど。いや、本当に面白い。うるさい。まあ、慰謝料は取らないでおいてやるよ。財産分与もちゃんとするけど、養育費だったり、厚子が使い込んだ分も計算するからな。結局、そっちがマイナスかな。何よそれ。結婚したいな。チュキチュキビーム発射しちゃうぞ。これはさすがに痛々しい。厚子さんは一人で盛り上がって暴走していたんだけど、元彼さんはすでに結婚済み。ちゃんと厚子さんには伝えたらしいんだけど、え、でもそれって私の気を引くための嘘だよね、と全然聞いてくれなかったんだってさ。こうして厚子さん夫婦は離婚が成立したんだけどさ、その後が悲惨だったよ。え、厚子さん、元彼さんの家に行ったんですか？そうみたいで、向こうから連絡がありました。どうもしばらく付きまとっていたみたいですね。でも向こうの奥さんに相当はっきり言われたっぽいですよ。はっきり言われた？学生時代にちょっと付き合っただけで調子に乗るな。私みたいないい女と結婚してるのに、あんたに勝ち目なんかあるわけないでしょ。鏡見て出直してこい。だそうで。それは確かにはっきりですね。でもその通りだと思いますよ。おかげですっきりしました。以前から敦子とは不仲で今後のことをいろいろと考えていたんです。離婚したおかげですごくすっきりしましたし、シングルファザーになったので、忙しい部署から離れられました。僕にとってはいいことしかなかったですね。ご近所の皆さんにはいろいろご迷惑をおかけしましたが。大丈夫ですよ。皆さん困った時はお互い様ですからね。暑いですし、お互いのんびり頑張りましょう。ありがとうございます。その後、厚子さんはというと、元彼さんの奥さんに追い返されて大号泣。というか、相当怖かったみたいで、すぐに逃げたらしいよ。それからは奥様が怖くて、元彼さんに付きまとうのはやめたらしいけど、今度は元旦那さんに粘着し始めたんだよね。まあ、元旦那さんにもはっきり言われて、ついには失踪したんだけど、激痩せした姿を見たとか、そういう噂があるけどな。なんとも自業自得としか言えないね。そういえば、うちにも見守りカメラがあるよ。たまに映像をチェックしたりするんだけどさ、これが可愛いんだ。私が昼寝をしている時に、にゃにゃまるが横にピトッと張り付いたり、タオルケットに入り込んだりしてる映像があったりね。妊娠してからは気を使ってくれているのか、あんまり近づいてこないんだけど、もうめっちゃ可愛い。ああ、もう、本当にニャニャ丸がいる生活、幸せすぎるね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは、次回の動画でまたお会いしましょう。